アンソニー・ジョンベン・ブームは、アメリカ合衆国メネソタ州セントクラウド出身の、プロ野球選手。右ト左ヒ MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。2012年の MLB ドラフト22巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。2016年まで、参加のマイナーチームでプレーした。2016年12月のルール5ドラフトで、 コロラドロッキーズから指名された。2017年と2018年は、ンカの a a 級アルバカーキアイソトープスでプレーした。2018年11月2日に自由契約となった。2018年11月26日にタンパベイ・レイズとマイナー契約を結んだ。2019年は、ンカの a 級シャーロット・ストーン・クラブズと a a 級ダーラムブルズでプレーした後、 5月10日にメジャーに昇格。12日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューし、14日にメジャー初安打を記録したが、この試合で膝を痛め、16日に故障者リスト入りした。7月15日に故障者リストから復帰したが、同時にディエフェとなった。レイズからディエフェとなった、同日の2019年7月15日に金銭トレードでエンゼルスへ移籍した。 2021年8月7日にディフェとなった。2021年8月9日にウェーバー工事を経てロサンゼルスドジャースへ移籍した。移籍後は参家の AAA 級オクラホマシティドジャースへ配属され、8月14日にマイナー契約となった。ありがとうございます。